はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。10月は19日の木曜日でございまして、ちょっと涼しくなりましたね。21度です。千代田区この部屋は25度ぐらいでしょうかね。行きましょう。日本経済新聞、昨日出ましたですね、有料記事なんですけど、会員限定開けてしまいました。今月これでおしまいでございます。はい、日本、あ、違う、中国人、日本で次々ビル爆買い、資本逃避の裏に住宅状況、住宅不況ですね。編集員中澤和司さん、この人のすぐ開けてしまう私ね。ちょっとこんな感じ、全部読みません、長いんで。中国国家主席の習近平が肝入りで進める巨大経済圏構想一で、ちょっと待って、こっちで見たらかな、こっち、一帯一路の提唱を10周年、提唱10周年を記念する国際会議が北京で大々的に開かれた。その裏で中国経済を揺るがす未曾有の事態が進行している。それは中国から日本を含む外国へ大規模な資本逃避だ。中国マネーは今、雪崩を打って海外に流出しつつあると。このですね、流出の方法の一つがですね、電子決済サービスアプリであるアリペイなんですね。これでドカーンとですね、ピピってあったドカーンというマネーが、でかいマネーがですね、その日本にある端末に送られるわけですよ、中国人の。いや、それでですね、北海道地層制昭和10月3日地下銀行を営み、中国に不正送金したとして銀行法違反の疑いで中国籍の2人を逮捕と。これはまあアリペイでですね、520万円という決しない額ですけど、もっとでかい金が動いてるんちゃうかと。アリペイは中国の電子取引最大手アリババグループの提供する QR コードなどを使った人民元決済送金システムだ。容疑がかかる事件が発生した時期までは、スマホ上で簡単に比較的高額の分割送金も可能だった。問題は、日中両国にまたがる地下銀行と呼ばれる非合法システムを通じた資金の頻繁なやり取りの一角が、日本の警察の正式な摘発で明るみに出たという事実だ。当該事件の解明は今後を待つ必要があると。一方、注目すべきは日中間の巨額資金移動の実態である。今起きているのは、主として中国から日本への大量資金流入だと。この動きはもはや資本逃避そのものだ。多くは日本での住宅や不動産の購入に回っている。ビルやアパートの一棟買いも増えてきた。裏にあるのは中国経済の予想外の大幅後退と住宅不動産市場の悪化である。最近は急激な円安で日本の不動産が割安になったのも大きい。日中間を頻繁に行き来するビジネス関係者は、中国内に充満する言い知れぬ不安ゆえに加速する中国マネーの海外流出の実態を明かす。これがですね、今までですね、中国ではですね、住宅価格がわーっと上がってきたわけですね。それで別にその向こうで住宅買ってる方が日本で買うよりも、まあ、値上がり益が得られたんだけど、ここ数年は下落の一途をたどっていると。で、若者は就職できない、この先中国あかんでと中国人たちは思い始めてるわけですね。でそういったですね、お金がですね、どんどんですね、あれですね、出ていってると。で一方ですね、住宅価格はですね、庶民にですね、まだまだ下がるに違いないと思われてですね、みんな動かないですね。もうちょっと待ってたら下がんでっていう、そういう空気。日本も1990年代の後半にはそういう空気がありましたね。まだまだ下がんでっつって、だって毎年目に見えて下がってるんですもん、あの時は。もう今は昔の話ですけど、2002年あたりまで下がり続けました。中国経済が行き詰まる中、中国の資産家らは住宅など手持ちの不動産をできるだけ早く現金化し、海外に持ち出したい。中国内で資産を持ち続ければ目減りが避けられないからだ。
文化大革命など激動の時代を生き抜いてきた中国の人々は指をくわえて中国政府の無策を眺めているほどお人よしではないと。まあそうですね、そうですね。でそのお金がどこに行ってるかということなんですけど、ニセコ、フラノ、そして道頓堀なんです。まあね東京という言葉は出ないでちょっと安心しますけどあでも来てますよ、来てます、確実に来てます。それはねもう私の周りまで来てるんですよ。私ってね一番最後なんですよ、いつも。僕って不動産業者ちゃうでしょ、不動産業者 ではない私のところまでですね、なんかこれ、あれ、もあんねんけどどうしようとかいう話が来てるわけですよ。あるいは中国人がこうてんねんこれとか話が来てるんですよ。僕はエンドですからね、最後のエンド情報のエンドですからね業界のね、その後皆さんに伝わるということになります。もう来てます、で中国人たちはいろんなものを買ってですね民泊に使ったりするわけですね。でニセコでもですね、ニセコからニセコは高いんで今度は富良野に行こうとしているというのが書いてあります。この辺ちょこっと飛ばしていきますね。で中国マネーはですね、こう関西地区にも来ていると。改革後中国人はまるで安い自動車でも買うように気軽に日本の不動産を買っている。こう指摘するのは大阪で手広く不動産売買の紹介をしている関係者だ。中国の人々の物件の選び方は興味深い。大阪で特に人気の小額物件は便利な中心部にありながら他地域よりは格安な住宅街だ。街のイメージを気にする日本人が手を出しにくい場所でも中国人は即決で買うという、関西の方なら分かりますよねあの微妙なですねエリアの不動産安いんですね。あるいはそれにひっついてるようなところの安いんですね。日本人あんまり買いません、いややんと思って避けるわけですよ。それをやつらは買うらしいですね。この地区には一軒2000万円前後からの小規模な中古一戸建てアパート物件が豊富にあり、すぐに中国人の買い手がつく。規定の高度に接していないため再建築不可の建物付き物件でも安ければ売れる。これをリフォームして利回りの良い民泊を経営するケースが多いと。大阪の大繁華街である道頓堀の周辺では中国人によるビルの一棟買いが続く。すごいですね。まあ飛ばしますね。彼らがねそういった事業用物件を買うのはですね、経営管理ビザというものをですね、取るにはですね、それが手っ取り早いんですよ。重要な要件は設立した企業が一定期間黒字を出し続ける優良経営であることだ。毎年安定的な収益を確保できる不動産を企業所有とし、民泊などを営むなら条件をクリアしやすくなると。だいたい数千万円のですね物件を買ってですね、で自分もそれから給料をもらって所得税を払うんですよ。そうするとですね経営管理ビザ取りやすいし、その次には永住権も取りやすいんですね。一方資本流出を阻止したい中国政府は個人の外貨持ち出しを厳しく規制し始めたというか、こんなん10年以上前から厳しいですよ、はっきり言うて。すでに年間5万ドル超の持ち出しは極めて難しい。中国の人々が海外で不動産を買う場合、この規制をかいくぐるにはさまざまな工夫を凝らす。多くは合法的な手段だが、一部は問題含みのグレーな手法もある。さすがね日経新聞お上品ですね。そう書いてるだけで具体的な手法には触れていない。いろいろあるらしいですよ。ただ中国国内の資金移動のつもりでアリペイなどアプリを使って、巨額送金すれば日本の銀行法違反に問われかねないと。まあもっといろいろあるんですよ。上品ですね日経さん。北海道ニセコ富良野、そして大阪道頓堀、日本の一部地域の地下強含みを支えてきたのは日本に流入し続ける巨額の中国マネーだ。習近平政権の住宅政策が生み出したこの構造は、中国の住宅不動産市場の好転がない限り当面続く。
問題含みの中国の経済政策は予想を超える形で海を越え日本経済に影響していると。その通りでございますね。しばらく続きそうですね。まあでもですね、永遠に続くとは限りませんし、中国人ってパッとこう切り替えますからね。あ、日本あかんわって打って出ていこうみたいなですね、そういう動きがあるんですよ、この先どこかでね。それが半年先なのか何年か先なのかは分かりません。で、日本もですね、今後ですね、地価は上がり続けてますけども、下落に転じる場面は必ず来ます。そうなった時、彼らは一斉に売りに出るかもしれません。日本人はそんな一斉に売ったりしないんですよ。でも中国人は分かりませんからね。はい。ということで、この私は開けたところ見てますんで、一応開けたところのですね、開けたところちゃうわ、じゃあ閉まったところ、開けるところのですね、アドレスがありますんで、そこを貼っておきましょうね。はい、皆さんどうもありがとうございました。